鳥屋の運動公園野球場。鳥屋の運動公園野球場は、新潟県新潟市中央区の鳥屋の運動公園内にある野球場。旧正新潟市営鳥屋の野球場。現在も、球場正面の名板は、この表記となっている。施設は、新潟市が所有し、新潟市開発公社が指定管理者として、運営管理を行っている。 1963年8月、翌1964年開催の第19回新潟国体。この年は、周期大会が東京オリンピックの関係で春季に変更されたに合わせて春工。しかし、国体閉幕直後に襲った新潟地震の影響で一部損壊し、1965年夏まで長期閉鎖を余儀なくされたが、以後は高校野球、 社会人野球など、アマチュア野球公式戦を中心に開催している。初のプロ野球公式戦は1966年5月3日に開催された、サンケイアトムズ、現東京ヤクルトスワローズ対広島カープ4回戦。1989年には両翼を90メートルから97メートルに拡張されるなどしたが、老朽化や設備の陳腐化などもあって、 プロ野球の1軍公式戦は1996年6月9日の近鉄バファローズ対西部ライオンズ12回戦を最後に開催されていない。2軍戦ではイースタンリーグ公式戦のほか、1977年にはウエスタンリーグ、1994年にはイースタンリーグの各トーナメント大会が開催されたことがあるが、1998年4月25日の イース対公式戦、読売ジャイアンツ対日本ハムファイターズ戦を最後に、1999年から2007年までの9シーズンは2軍戦に関しても、開催実績がなかった。なお2008年6月28日には実に10年ぶりに、イース対公式戦、読売ジャイアンツ対北海道日本ハムファイターズ戦1試合が開催されたものの、観客数や安全面の問題などから、 外野スタンドは解放さなかった。また2007年に発足したベースボールチャレンジリーグ、当時北信越ベースボールチャレンジリーグは、発足当時所属球団について特定の本拠地を設けないという規定を設けていた。このうち新潟県を本拠とする新潟アルビレックスベースボールクラブは、球団創設当初はトリアノを自軍ホームゲームの主たる開催野球場とせず、 三条市の三条市民球場、三条機械スタジアム三条パール金属スタジアムをメイン球場とした。他の5球団はいずれもそれぞれが本拠とする県の県庁所在地にある野球場が最も設備が整っていることからホームゲームの大半をそれらで開催した。しかし、新潟市内には当時設備の整った野球場がなかったことに加え2008年から球団の拠点を 長岡市に移転したことや、三条市が新潟市と長岡市のほぼ中間部に位置している点、長距離移動による負担軽減の必要性などといった地理的な条件を考慮して、新潟 BC はホームゲームを3期スタジアムと長岡市、UQ3 野球の2球場を中心に開催する方針を取ったため、トリアノでのホームゲームは年間数試合にとどまっていた2007年と2008年は、 各4試合を開催。2009年夏、新潟県縦の球場ハードオフエコスタジアム新潟が竣工し、このシーズンは新潟県立で5試合、トリアノでは2試合が開催された。2010年シーズンは新潟市での開催地を新潟県立に一本化。2010年は全後期合計10試合を開催したためトリアノでの開催はなくなり、以後も実施されていない。 なおメインスタンドの1.3塁側ポール際付近と外野スタンドは森土構造となっているが老朽化による安全性の問題から立ち入りが制限されている。2009年春、同年開催予定のときめき新潟国体の競技会場となることを想定してスコアボードを回収し表示を簡素化した上で LED 式となった。新潟県は 鳥屋の片対岸の中央区長方にある新潟県スポーツ公園の南側園地で新たな野球場の整備事業を進め2009年6月30日に前日の県立の球場が竣工し NPB や BC リーグ公式戦の開催や高校野球など主要アマチュア公式戦のメイン開催は同球場へ移行したまた新潟市も市内2カ所で 野球場の新規整備を進め、西区、黒崎地区の遺体市内で整備事業が進められた緑と森の運動公園の園内には、アマチュア企画を充足する緑と森の運動公園野球場が2011年7月にオープンしたほか、南区白根地区南部、小瀬地域の牧地内では、新潟市白根野球場が2013年4月に竣工し、供用を開始している。 新潟市の旧市域内の公式野球場は、この鳥屋野のほか、西区小針に1970年春工の新潟市小針野球場があり、共に老朽化が著しく進行しているが、市では老球場の処遇に関し、前述の二球場が竣工した後も、当面は補修しながら、共用を継続すると方針を明らかにしている。メインスタンドのエントランス部は、スロープ状になっており、 観客を地平部からスタンド2階に直接誘導する形となっている。この動線の設計は、かつてロッテオリオンズ、現地はロッテマリーンが本拠地としていた東京スタジアムを模したものだと言われているが、定かではない。なお、新潟市鳥屋の総合体育館は、鳥屋の運動公園内ではなく、中央区新東寺に所在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。